1870年代に特許が取られ広く普及した金属を型抜きしたブックエンド。プラスティック製ブックエンド。インテリアとしてのブックエンドの例ブックエンドは、縦て並べた書物の両側、または片側に当てがって、書物が倒れるのを防ぐもの。本立て、本立てとも。日本ではブックスタンドとも呼ばれることがあるが、英語圏でブックスタンドという場合、 日本でいうところの初見台及びブックスタンダーを指す。ブックエンドは立てられた本の列の終わりに置くことで本を立てておいたままの状態で保つために設計された道具である。ブックエンドなしでは特に薄い本などは斜めに倒れてしまう。初めから本を横にして置いておけば倒れることは防げるものの、それでは下の方にある本が取り出しにくいため本を立てておく必要があり。 それで、ブックエンドが必要とされるのである。本棚の中、机の上等々で用いられる。図書館、出版業者、一般家庭などで広く用いられている道具である。材質、構造としては、金属製の薄い板を傾きし、L 字型、または逆 T 字型に加工したものが一般的である。本自体の重みによって、本が横に倒れるのを防ぐ仕組みとなっている。このか。 初夏の棚板の下面に固定して棚板にぶら下げるタイプのブックエンドも存在する。こちらは金属製の棒を U 字型に曲げた形になっている。鋼の一枚板で作られた単純な金属製のブックエンドは1870年代には特許が取られている。20世紀には米国の図書館用品会社の電子社がブックエンドを現代化するために 工業デザイナーのブルックス・スティーブンスのサービスを用いた。電子社を含む図書館用品会社は1950年代から1960年代に新しいプラスチックの利用を試み、それによって使える色が広がった。ブックエンドはインテリアの要素となりうる。インテリアとして人気のあるブックエンドはブロンズ製、大理石製、木製などである。中には 大きな明ら道でできているものさえある。ありがとうございます。